どうもハチハンター風花です。さあこちらは山ビルになります。ヒルといえば人間の人の血を吸うことで有名ですね。おー動いてますね。気も可愛いですね。で反対側にいますのが死にかけのカマキリです。今日はヒルがカマキリの体液を吸うのかどうか見ていきましょう。では投入。はい、さあ30秒経過しましたが、ご覧ください。ほらヒルがカマキリに寄っていきましたね。寄っていってのは分かりますか？探ってますね、何かを。昆虫の体液をもし吸ったら自分の中ではすごい発見なんですが、ん？あ、体内に入っていったような気がしたんですが、気のせい？さあ3分経過して、カマキリのこの部分なんですけど、ヒルが体内に侵入しようとしている気がします。ヒルを投入して5分が経過しましたが、片方のヒルがカマキリの体にしがみついていて、なんかこの位置で落ち着いちゃいましたね。さあカマキリの鎌を上に引き上げています。これなら見やすいですね。これ侵入してない？体内に侵入してるっぽいね。あ、侵入してるね。これおっと、下のヒルが俺の方に来てるな。ちょっとこの子をどいてもらおう。はい、どいてください。あ、見て見て見て、ほらヒルの体内が緑色になってますね。だからつまりカマキリの体液を吸っているっていう、これで 100% 確信できましたね。ご覧ください、ほら中で液体が動いてますね。ほらチュパッチュパッチュパッ、わかる？ほらほら、体液を完全に吸っています。ヒルって人間の血とか動物の血しか吸わないかと思っていたんですが、お腹が減っている場合、昆虫も襲うようですね。じゃあ、最後にカマキリから離してみましょうか。あ、勝手に離れましたね。勝手に離れた。うわぁ、体パンパンじゃん。うわ、やばいやばいやばい。体がパンパンで動きづらそう。さすがにこの状態じゃ人間の血も吸えないだろうね。ほら血吸えてみよう。ほらほら吸ってみろお前。ジュシッ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 。さあカマキリの胸部裏ですが、ご覧ください。ヒルが吸ったあと穴が開いてますね。ここから体内に若干侵入して体液を吸い上げていました。ちなみに左がカマキリを捕食した個体で、右が何も食べていない個体ですね。わかります？体の太さが全然違います。動きの鈍さも全然違います。さあ本日はヤマビルがこちらの死にかけのカマキリの体液を吸うのかどうか、食べるのかどうかという検証動画を撮りましたが、結果として体液を吸うことが分かりました。人間の血、動物の血以外も捕食するんですね。衝撃の動画。はい、以上ハチャンター風花でした。